英雄大激突13本目ヨーダ。機動力を生かした立ち回りとプレゼンスにより窮地を脱する生存力が特徴。通常攻撃に癖があるためダメージを取るのが難しかったです。次の戦いから生きて伝説になれるのは片付けをするメンテナンスドロップ10秒だめったら、ああ楽しみのアウトということで、ね、始まりはヒーロー1点パルパティーンが来てるんだな。あ、どちらか一方が 10チキンになるのがカットします。相手側が11になったので喋ります。ヨーダです今回。あ、やばい、これはやばい、一旦引こう。あ、死にました。今回ね、英雄大激突14本目12か14なんですけれど、ヨーダ使っています。はい、オラガチャ。ちょっとヨーダむずいんですよね。通常攻撃を当てるのが結構なかなか難しくて、まあ、ただ強いっちゃ強いっぽいですね。このちゃんとまともに扱えればですけど、これジャンプ斬り、ジャンプ斬りとかそうなんだけど、この回復があるからヒーラーとしても動けるっていう、ヒーラーとしても動けるし、そう、ダメだな、うまいな、ルーク。俺が下手なだけかもしんないけど、あー、アナキンが来てくれた。ちょっと待って、黙っちゃうな俺、黙っちゃう、黙っちゃうんですよね。あー、やだ。オッケー。ちょっとアイデンが邪魔だ。ソロがハイパースピードで敵を倒している。あ、待って、しびれリンチョしたし、しびれリンチョペリペッチョだし、いや意味わかんねえな。あ、もう死んでる。ちょっとあれだね、あの急がね、アイデンの女優さん美人で結構好きなんだよね。ああ、すごい、なんかあんまスターウォーズと関係ないようなことを言ってしまって、関係なくはないけど、やべえ、ザワールドされたけど何もされなかった。こっちからだな多分。とりあえず回復だけ。おお、ちょん、あー、うそー、あの、ああやって 2,3 人に囲まれて攻撃されると一発でも結構致命傷になり得たりするんで、乱戦になったら一旦引いた方がいいな、一歩引いた方が。おー、避けた。おー、やったぜ、ラスキルモーライン。いやー、ありがとうございます。